こんにちは派が多いぞ。こんなに暗いのに。もう6時だよ。こんにちはなの？大西は曲げない。こんばんは。大西は負けない。今はきっとこんばんは。あ、定型文がこんにちはだったって。みんな定型文に頼らないで。自分の言葉で打って。みんなせーのでこんばんはで。行くで。行くで。せーの、こんばんは。こんばんは。ナイス。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。よし、今日はですね、朝からレッスンで、お昼過ぎ午後もうレッスンが終わって帰ってきて、そう言うて、でも帰ってきたのも全然お昼って感じの時だったのよ。2時とか3時とか。でもその時点で外寒すぎてさ、朝行く時も雪から、じゃあ雨からちょうど雪に変わってて、おお雪やと思ってて、そうで帰ってくる時もめちゃめちゃ寒くて、もうこれは今日は絶対家から出れへんわと思ったから、晩ご飯の買い物もしてって、で帰ってきて、あったかーと思ってこたつ入ったら寝てた。さっき起きた5時ぐらいに起きて、わっ夕方じゃんってなって、え、5時じゃんって思って、そっから洗い物して、そう洗濯をしてる間に寝ちゃってたのよ。さっきそう家帰ってきて洗濯も回して、で干そうと思ってたのにそれを忘れて寝てて、だからそれを干して今掃除機かけて、掃除機っていうかルンちゃん、ルンバして洗い物して今寝てたの、寝起き。そう、この後もう今すごいお腹空いちゃってさ、なんか寝起きで、ショールーム終わったらご飯作ってってするわ。お腹空いた。何作るん？もう今日はお鍋。今日はお鍋です。今日こそお鍋かなと思って、でもお鍋するのちょっと久しぶりなのよ、なんか自分の中で。そう、わ今シチュー食べてるって、あーやめてよ、シチューの口になっちゃうじゃん、お鍋の具材買ってきたのに。え、やめてよ、シチュー食べたくなっちゃったじゃん、やだ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 、ちょっとお鍋の口に戻さん、え、やだやだ、シチュー食べたいじゃん、やだやだやだ。何鍋食べましょうって、今日はね、おにしあれにする、水炊き、なんか鶏肉とか買ってきた、鶏肉水菜とか買ってきた、
美味しい。水炊き一人でお鍋する時ってなんかなんちゃら鍋みたいな、あのキューブみたいな、キューブのやつとか、このなんていうの、ポンポンって2個入れたらできるやつとかにするから、キムチ鍋とかなんか味ついてるやつなんですけど、今日はザお鍋がいいなと思ったから水炊きにした。あ、水炊きってどうやって作るの？普通にお湯沸かしてさ、その中に具材入れたらいいの？なんかパッてやり方見たら鶏ガラスープみたいな、鶏ガラの素みたいな書いてたけど、何？まだまだ読んでないの。この後鶏ガラスープと醤油、昆布、昆布持ってない。昆布 いる？わかめやったらあるよ、増えるわかめ増えるわかめやったらあるけど、昆布持ってない。昆布いった？スープの素ある？鶏ガラスープの素はね、多分お家にあるんだとか言ってなかったらどうしようわかめじゃ出汁出ないって、わかめしかない。鶏ガラスープとだけ、ポン酢で食べるやつやろ、うん、だけ。中すいた、中すいたね。中すいてない？そうでもない？大根おろしとかね。そう、大根は買ってきたのよ、ちっちゃいやつ。偉いやろ、しっかりやろうと思って。中すいたよね。なんかお鍋作りながらなんか食べようかなと思ってんけどさ、ご飯すら炊いてなくってさ、寝てたから、なんか今ご飯炊いてる。なんか時間がさある時のさ、ご飯ってさ、もしなんか食べながら作ったりすんのよそう、そう、夜作る具材買うじゃん、それプラスお惣菜とかでお寿司買って、そう、お寿司食べながら料理とかしたりするんだけどさ、そう、今日は何もそういうの買ってこなかった。中が空いて空いてさ、食べ過ぎ？お腹すいたしか言ってないね。6時10分ぐらいになったらもう作り始めようお腹すいた。寒すぎてこたつから抜け出せないって、せやろ、見てみ、お西半袖や半袖の方がもう動けるから半袖や。寒ないって、うん、暖房と暖房つけてるからあったかいんだけれども、さっきこたつ入ってもう寝てしまったから。そう、もう動こうと思って今は半袖で、引かないでねって、うん、あのもうことが終わればそう長袖に戻ります。今動かなきゃいけないから、そう
もうあったかいってなったら動かんくなっちゃうからさ。そう、今日寒くねって、ほんまに寒い、びっくりした。なんか外苦しかったなんか苦しかった、辛かった。なんかレッスンから帰、家まで帰ってくる途中、あもうしんどい、苦しい、やだって思いながら帰ってた。うん、そう、寒いってほんまに嫌じゃない？もう苦しいの、大西は外寒いとこ歩くので、雨も風も吹いてたからさ、もうやだってなっちゃったね。家までの道のりがほんと苦痛でした。それでも今日はレッスン終わってお腹ペコペコやったから、今日マクドをお昼ご飯にして帰ってきたから、まだまだモチベはあったけど、あああ、あ、水炊きってうどんいるじゃん。うどん買ってきてない、ラーメンしかない麺。やだやだやだ、うどん食べたい無理、誰か買ってきてあ、うどんじゃん、ラーメン、やだ、ラーメン、水炊きでラーメンはちょっと嫌じゃない？え、冷凍うどん常備してないのかって、してないのよ、おいしい。冷凍のとろろならいっぱいある冷凍のとろろはね山ほどあるんですけど、うどんはね、あ、ちょっと待ってて、あ、え、早くないのか、ごめんね、ちょっと待っててね、ごめんね、ちょっと、お、お待たせしました、失礼いたしました。びしゃびしゃないダンボール、あ、じゃじゃじゃ、ダンボールがびっしゃり、ただいま、ごめんね、そうそう、これ届く前に配信しとこうと思っててんけど、届いたわ。うどんうどんなわけないうどんなわけないじゃん、なんでこのタイミングでちょうどうどんが来るのそんなわけないじゃん。違うのよ、撮影用のね服を頼んでてさ、そうそう、もうそろそろ壁車の時期でしょ、そうそうそう、それのお洋服をね、そう、アリゲーターの方のね、久しぶりにドドサボン使った。かわいい。いや、見せやんとこ一瞬見せようかなと。あ、でも受け取れてよかった。
く来ちゃってすいませんって言ってくださったわ。あ、全然って言って優しい。こんな寒い日も配達なんてしてさ。だね。あ、アリゲーターの方な。あしゃらね、確かに壁車ってあれか。AKB だけか、壁車っていうの。そう、あしゃらね。そう、いろいろ候補があるからね、結果どれになるかわかんないんですけど。そう、そう、自分でも買いに行ったし、ちょうどここにあるけど、自分でも買いに行ったし、通販でも買ったし、ほんとね、最近マジでめっちゃ服買ってるの、ほんと偉いよね偉いよね。生吉さんがどんどん減っていくわ。もう稼がな稼がな。ほら、大西のいただいたお給料でさ、買いたいものはさ、服かと言われたら違うからさ。そうなのよ。そうだよ。みんなは何に使ってる？お給料。経費で落としたいところですなんて。そうですな、そうなんですよ。確定申告とやらでやるべきですか。ちょっとめんどくさい。ママがやってくれてるけど、レシート置いとかなあかんねんな。あれは毎回忘れちゃう。あ、おたかつやって。あー、でもやっぱイベントごとか。大西って何にお金使うんやろ。何に使うやろね。食べ物持って、食べ物かな。なんだろうね。でもそれこそなんか活動で必要なやつしか使ってない気がする。服、メイク道具、散髪だって言ったらそうやし、あとご飯でしょ。大西このお仕事してなかったら何に使ってたんやろね、お金って。え、散髪言うなし。散髪の言い方ってなんでよ。散髪は散髪じゃないの。電化製品、あー、ゲーム、あー、
確かにゲームあるね。めちゃめちゃ使うかって言われたらそうでもないような気がする。この西に漫画のイメージないって。漫画携帯で読んじゃん。なんか鬼滅だけ唯一なんかちゃんと本で持ってるけど、携帯のアプリとかそういうので読むときは読むかな。でも最近ツイッターとかでもさ、漫画ってさこう全部じゃないけどさ、なんかあるじゃん、4コマ漫画とか、そう作者の方とかがあげてる、あれで満足しちゃってる。なんかたまにこうバズってさ、やっぱ趣味があるとお金減ってっちゃうんだね。安上がり治んないでって、そっちの方がええんちゃう、あかん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 。なんやろうね。でも大西が無限にお金持ってたとするじゃん、ってなったら大西多分家電に走る気がする。なんか使いこなせはせえへんけど、家電見るの好き。うん、そう、そう家電楽しいよね、見てるだけで。でもさ、なんかさ別にさ買おうと思えばさ買えるものもあるのよ。そう、趣味っていうか貯金好きやからさ、そう無理買えへんみたいなあれではさない気はすんねんけどさ、お金使うのって疲れへん、なんかもう西しんどくなっちゃうの。なんかお金一気にドってなんか使ったらドッと精神がなんか削られる感じどう、しんどくない、なんかなんかそう疲れるのよお金使うのって。なんかそう、でもやっぱ家電あると楽しいね。それこそ加湿器用にちょっといいの買っちゃってんけどさ、だいぶ前やけど1年前ぐらい、うん、テンション上がる。ルンちゃんもテンション上がる、ルンバも見てて楽しい。そう家電っていいよね。お西が今欲しいのはそう次買うときはって決めてるのが浄水器と浄水器とあとあれ手洗うの出てくるやつこうやってやったら自動で出てくるやつ、そう2つが欲しい。この間もね見に行ったの電気屋さん、そう浄水器とかいっぱいあって、わっあれにしようって。でも案外安いのは安いのよ、2000円3000円ぐらいで。すごい高いので1万円ちょっとぐらいで蛇口につけるやつで、そう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 、水道水飲めるよってやつ、そういろいろあってさ、どれにしようって結局迷って買わなくて、その後こう自動でできるやつもういいなって思う。あれ洗面所にあったらテンション上がる。
京で水道水飲んだことあるって。ない奈良のやつはさガブガブ飲むねんけどさ、東京来てからそう水道水飲まなくなっちゃったんだよ。だから全部買ってるのよ。でもさ お水めっちゃ飲むからさ、そうあった方がめっちゃ便利やなとは思うの。なんかあの2リットルのやつ12本入りのやつとかさ、すぐなくなるの。なんかそう水道水嫌いなの？なんか別に綺麗なんやろうけどさ、まず日本のさお水ってだけでさ綺麗っていうのは分かってんねんけどさ、なんかちょっと抵抗があんねんな。まあでも水道水で作った氷とか全然使ってるからさ、お米炊くのも水道水やし、いいねんけど、なんかいいねんけど、なんか分からへんけど、お水買っちゃうな。10分だよってありがとう。せやな、終わろか、お腹すいたな。水炊きだ、作ってくるわ。じゃあ、うん、鍋食べようかって。せやで、鍋食べようか。ちょっともうシチューの気分になっちゃったけどさ、どうしてもそうシチューの気分になっちゃった。コメントでシチュー食べてるって見て、あーちょっとだってシチューとさ水炊きって全然味違うやん。さっぱり系とこってり系でちょっと気分変えてくるわ。ポン酢の気分になれるようによし、じゃあランキングの方1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がユマアットマークバタフライさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がヒカル 400X さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がプロデューサーさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が大西葵たん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバーイありがとうございました。またねー、バイバーイ。